国営アルプス安曇野公園堀金穂高地区でイルミネーションの点灯が始まりました。表現するのは冬の星空です。音楽に合わせて点灯するおよそ50万個の LED 電球。今日から始まったイルミネーションイベントです。昨夜関係者向けの内覧会が開かれました。テーマは夜空を照らすスターダストのきらめき。冬の大三角形などの星座や天の川をイメージしたトンネルも楽しめます。キラキラしてて楽しい。子どもたちもすっごく嬉しそうなので本当に幸せな気持ちになりました。点灯は午後4時半から午後9時で来年1月8日まで開催されます。